色とりどりの祭り囃子は、白霊の爽やかな青空に響きます。早くも6回目となるニコ動祭は、カートの爆音と、ミサイルの轟音でさらに盛り上がることでしょう。本日も解説に、幻想郷最速のゆっくりマリサさんをお迎えし、ニコ動祭記念レースの模様をお伝えしてまいります。マリサさん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いされます。さて、今回は二人一組のタッグ戦ということで、各界から強烈なタッグチームが参戦となりました。定番コンビから意外なコンビまで、様々ですね。それではエントリー順、チームごとにレーサーを見てまいりましょう。旧作の怪物が、タッグを組んで参戦。新規、ミマ、早くも優勝候補と目されています。続くはある意味定番、ある意味意外なチーム。果たしてこの2名、連携は取れるのか。ある意味面白いタッグではありますね。そしてこちらはプリンセスタッグ。この予想外のタッグは、大いに楽しませてくれるでしょう。そしてこちらも注目。人里から看板娘がタッグを組んで参戦です。初参加の小鈴選手は、特に目を引きますね。千人チームの茨城下線、右腕の怪我を押しての出場です。あと、茨城下線第4巻も発売中です。鳥を飾るのは天狗チーム。明日の一面がどうなるかは、まさにその腕にかかっています。以上、12名、6組によるタッグ戦となります。第1レース、白霊神社でのグリッドは、厳正な阿弥陀くじにより決定されます。激闘の6レースを勝ち抜き、優勝の栄冠に輝くのは果たして、どのチームなのでしょうか。お前が席を外してる間に財布を見せてもらったぜ。え、質問だ。写真に写ってる綺麗な人誰？名前は？僕のママですね。独身かな？いえ、違います。レーススタート。第6回ニコ動祭記念、ついにスタートです。さてマリサさん、今回はタッグ戦ということで、これは各レーサーにどう影響しますかね。やはり、ウェポンの使用、これは変えざるを得ないですね。フレンドリーファイアは何としても避けたいので、攻撃タイミングに細心の注意が必要です。やはりそのためにも、連携は重要ということですね。しかし、貪欲に得点を重ねないと厳しいのもまた事実。レーサーたちには臆することなく、積極的な立ち回りを期待したいですね。さて、この序盤に仕掛けてきたのはシャネイマル、そしてミコ。しかし、後続を突き放すには至っていない。このコースは終盤での大逆転も十分ありえますから、最後まで目が離せませんよ。シャネイマルを先頭に、2周目に突入。ここから攻撃も激しくなってくる。シャネイマル、雷をガード、タイミングつかめず失敗。この隙に加点、前に上がってくる。鮮やかなソニック攻撃。今の攻撃は見事ですね。先頭に立ったのは神妙丸。そこに新規、加点と続く形。この緩やかなカーブを、綺麗なラインで駆け抜ける。走り慣れてないと、調整つかずに壁に激突するレーサーもいますからね。さあ大ジャンプ。くるくる鮮やかな大回転。このレースに芸術点はありませんか。どのレーサーもいい動きしてますね。神妙丸、このままトップで最終ラップに。と、ここで雷。これのガードは、ミサイル直撃。後続の加点はかっちりガード。しかし攻撃は鳴りやまない。チェーンボルトが炸裂。新規も巻き添え、これをチャンスと、ニコが前に。と、これは、セイガ、ヒドラを躊躇なく発射。ガードの隙を与えず、戦闘を蹴散らしていく。このためらいのなさ、実に素晴らしいですね。相方のニコに代わり、翼連が戦闘に。そして戦闘に集中砲火。セイガ、ガードに成功。翼連は吹っ飛んだ。かぐや、ついにここでトップに躍り出る。と、いや、ワープの先行。コスズ、ミマ、揃って切り札、ワープを発動。コスズ、ラストスパート、逃げ切りを図る。後続集団、打ち手なし。コスズ、ミマを振り切り、今、ゴール。ウェポン攻撃をすり抜け、サクッとトップをさらっていきました。後続にウェポンがなかった点では、ラッキーでしたね。明日、モットベーション中が、この話題で持ち切りになるでしょう。スリル満点でした。ジャンプ台を利用しての、オーソドックスな戦法、元オリコスズ、本に忠実な走りで、初戦を勝利で飾りました。本の大切さを、改めて感じる一戦となりましたね。化け物じみたレーサーたちの中で、実にうまく立ち回ったと言えるでしょう。しかしここで注目は、旧作チーム、ミマ、新規、共に高順位を獲得、総合成績でトップに立ちます。白霊神社はほんの小手調べです。ここから先のコースで、ますますレーサーの実力が問われてきますよ。スタートへ向けて最後の仕上げ。
実力を証明できなければ惨めに敗退するのです。この緊張見てられん。手を握っててくれ。第2レースは神秘的な雰囲気のコース。一見シンプルながらも要所要所が入り組む複雑なコースです。開けている部分でどれだけマシンの性能を引き出せるか、ここが勝負ポイントになるでしょう。まず先頭に立つのはコスズ。勢いに乗るべくブーストをかけてと、ハンドリングが乱れたか大きく膨らんでしまう。続々追い越す先頭集団。入れ替わりトップは新陽丸。このスピードを見る限り早くも軌道に乗っていますね。このスピードを殺さず可能な限り長く持っていきたいところです。その新陽丸を追う逆連、こちらもフルブースト。そこに続く株や新規、先頭は安定したスピードと軌道でカートを進めます。どちらかといえば後ろの方がスピードを出し切れていないといった印象でしょうか。なるほど。このコースの気温を考慮すればタイヤが温まりづらいというのもうなずけます。思うようにスピードが出ない状態でも焦らず正気を伺う冷静さもこのレースは要求されるでしょう。各車懸命にブーストを吹かせながら2周目に突入する。現在先頭は新妙丸、後続を大きく突き放している。あきゅー、2集団トップを走るがその背中が見えてこない。ところでマリサさん、その新妙丸選手ですが通常サイズでの参戦に驚いてる方も多いんじゃないかと思うのですが。実は新妙丸陣営かなり苦労をしたようです。小槌の魔力を擬似的に充填するためリチウムイオンバッテリーを採用するなど高いハードルをクリアしての参戦となりました。なるほど、純粋な小槌の力ではないと。相方の蓬莱さん株や彼女からの技術提供で実現にこぎつけたとのことで、両者には極めて強い連携がありますね。気の高い技術と固い絆で結ばれたこのチーム、果たして突き崩すのはどのチームか。ここでアキュー、ついに新妙丸に追いつく。最終ラップを前にここで形勢を固めたい各チーム。離されまいとぴったり張り付く。ここで逆連ワープの種を仕込んでいる。狙うは一発逆転か、はたまたガードの切り札か。白霊神社のような大ジャンプはないですからね。使用場面はかなり限られるでしょう。くるくる回ってゲージ補充、そして雷、アキュー、ガードならず。一方の新妙丸、かっちりガード。この終盤でガードが取れるのは大きいですね。新妙丸、依然1位をキープ。代わって追うのはピンクの仙人、茨城河川。ウェポン攻撃を当てれるかどうか、勝負は一回きりですね。ヒドラはきっちりガードする。同様に先頭を追う新規、連続で降り注ぐ猛攻を、豊富なゲージでなんとかしのぐ。ここで逆連、チャンス到来か。新妙丸がついに被弾。しかし、ジャンプ台で思うようにスピードが出せない。ジャンプ台は、良くも悪くもスピードが一定ですからね。この際どい攻めぎ合いでは、ただの邪魔としか言えませんね。逆連、新規、共に決定打を確認。上司、新妙丸、今堂々の、ゴール。実にお見事、最初から最後まで、首位を明け渡しませんでした。序盤のスタートで勢いに乗れたこともさることながら、終盤のウェポンをガードできる技量は評価ポイントです。写真判定に持ち込むしかありません。なぜなら、誰もビデオの使い方を知らないからです。新妙丸、トップを守り抜き、堂々の首位獲得です。懸命に追った後続集団、今一つ決め手に書き、取り逃してしまいました。では、総合成績を見てまいりましょう。各チーム、相方が上位入賞につき、大きな変動はありません。依然総合首位は旧作チーム。下位チームは得点は拮抗し、1ポイントでも逃せない状況になってきました。それだけに第3レースは、下位チームにとってウェイトの重い試合になります。では第3レースを、ご覧いただきましょう。どのカートもガソリン満タンで、準備 OK のようです。俺にはわかるよギャリー。今朝のオムレツに何が入っていようと、ヒュー、フライパンの味。第3レースは鮮やかな自然で彩られた幅広のコースとなってます。ご覧の通り大きなジャンプもありますが、これはワープ対策が施されるなど一発逆転が狙いづらい構造になってます。どのレーサーも着実にマシン性能を引き出して勝ちに行くしかありません。先頭に立つのは姫街道旗手。
そして新規、亜級で先頭を争う形。このコースはアイテム数自体少なく、トップスピードが出やすいコースなので、一旦引き離されると、リカバリーや逆転が難しいコースでもあります。それゆえに、どのレーサーも引き離されまいと、懸命にブーストをかけてきていますね。カブや、新妙丸と共に先頭に展開。マリサさん、やはりこのキーポイントとなる第3レース、総合首位の旧作チームは、マークが厳しくなると見て、間違いないでしょうか？それは確実にあると思います。やはり1位のポイント比重の高さからも、1位だけは取らせまいという意識が働きます。なのでサイドアタックやレベル1攻撃が、いつ飛んできてもおかしくないでしょう。2周目に突入し、先頭は依然として旗手、それをセイガ、カブヤが追う形。と、ここでセイガ被弾、カブヤが単独2位で、旗手を追う。3位には新妙丸、やはりこのコンビ、体勢は盤石か。第2レースもそうでしたが、上位を同じチームで固められるというのは、チームの戦法として非常に有利ですよ。依然として先頭を旗手に追いつくのも時間の問題か。ゲージも満タン、もはや敵なし。これにウェポンが備われば、先頭の旗手には大きな脅威となります。ここで割ってきたのは9。先頭が雷で倒れるこの隙を逃さない。先頭との距離を確実に詰めていく。若干下がって、6位の河川。大きな切り札、ワープの種を抱えている。これをこの場所で使えると、一番いいのですが、あと一周の間守り抜くのは難しいでしょう。ラストラップも目前、2位集団、未だに旗手を捉えられない。旗手がいかにトップスピードを維持しているかがわかりますね。ただ心配なのは、飛ばしすぎてマシンに過大な負荷をかけていないか、というところですね。そして旗手の独走を止めるために、各レーサーウェポンでプレッシャーをかけることも忘れていません。そんな中で新規、3人にもかかわらずワープを獲得。そして後方、ニコもニトロを仕込んでいる。アイテム数が少ないので、温存はしやすくはありますが、これはちょっと多い気がしますね。逆連、ヒドラを獲得、ノータイムで発射。それを見たニコ、ヒドラを利用し追い上げを狙う。新規はヒドラを、ワープで回避。一方、は盾にヒドラが降り注ぐ。ガードで失速、この隙に新規、一気に追い抜く。そして河川、ワープを温存しジャンプ台へ戻ってきた。河川、土壇場で大逆転。逃げ切りのラストスパート。それを追う新規。ソニックはガード。河川、ゴールは、と追う、空港のガードミス。新規、新妙丸、一気に駆け込み、ゴール。これは写真判定ですかね。リプレイ、こちらは新規のカメラ。河川を追い越し、ゴールめがけて一直線。そしてゴール。果たして勝ったのは、新規か、新妙丸か。今のゴールを見てください。本当にわずかの差です。結果は新規に軍配、新妙丸、コンマ1秒未満の差で、惜しくも敗れました。河川もソニックのガードのタイミングがずれなければ、首位獲得だっただけに、非常にもったいないことをしましたね。前半戦終了です。総合成績を見てまいりましょう。新規、優勝に大きく近づく首位獲得です。終盤での勝負強さが、如実に結果に反映されてます。旧作チームの勢いは、衰えるどころか増すばかり。果たしてこれに対抗しうるチームは、後半戦で出てくるのでしょうか。本日もお付き合いいただきありがとうございます。私どもの実況と解説をお楽しみいただけたら幸いです。ギャリー悪いけどお前のコメントマジ超つまんない。眠くなる。折り返しの後半戦スタートです。舞台を市街地コースに変えての一戦、逃げ切り先行を図る旗手に、各チームが続きます。旧作チームが堅実にポイントを重ねた前半、その流れを変えられるかどうかというターニングポイントです。このレースの重要性は、どのレーサーも認識していることでしょう。ミコ、旗手を逃す前と2位につけている、そこに新妙丸、亜級、そしてカブヤと続く形。差し掛かるヘアピンカーブを、カブヤ、ここは難なくクリア。コースに沿った軌道ではなく、早め早めの切り返し、実に模範的なドライブです。後方からブーストを吹かせて上がってきたのは新規。トウ、ノーアラートでチェーンボルト。総合首位ですから、マークも厳しくなってますねー。カブヤの相方、新妙丸は現在4位。トップをぶっちぎる旗手、2番手のミコ、大きく離されています。後ろからカブヤ、ここでミコを追い抜いた。鮮やかですねー。2周目に突入、カブヤ、勢いに乗っています。
手持ちはワープ、すぐ後ろには相方もいるベストコンディション。このまま旗手を追撃したい。しかしそれはミコも同じ。こちらもブースト付加してくらいつく。旗手の逃げ切りを防ぐためには仕方ないことですが、少々苦しいゲージ事情ですね。かぐや、ここでガードをきっちり決める。ワープもゲージも温存しています。実にしたたか、ワープ喪失のリスクを恐れず、よく踏みとどまりました。旗手に今一つ追いつけない。そして後ろからは攻撃の嵐。神妙丸、巧みにガードし切り抜ける。その後ろにワープで誰かが、と、じゃねえ丸です。相方旗手の健闘に、彼女もここで追いついた。そしてこのタイミングで、嵐の残骸が旗手を襲う。旗手被弾、ここでついに、かぐやが先頭に躍り出た。そしてかぐやの後ろでは、相方の神妙丸がぴったりと張り付き援護する。そのままラストラップに突入。この二人の連携、実に見事です。そんな二人に待ったをかけるのは逆連。ここでトップを逃せば勝機はない。そう言わんばかりにガンガン加速していく。先頭のかぐや、こちらは余裕のフルゲージ。神妙丸も2位につき、勝利はもはや確定か。序盤の旗手並み、あるいはそれ以上にスピードに乗ってますね。迫るソニック、神妙丸、これは難なくガード。先頭かぐやもガードする。3位につけてる逆連、ヒドラをすでに獲得、先頭に仕掛ける。と、この瞬間、誰かがワープで前に出た。小鈴です、元折り小鈴、この最終盤、ここでワープを繰り出した。ヒドラが先頭に当たれば、彼女にもチャンスとなります。とう、神妙丸、これはガードできない。戦闘かぐや、ミサイルが迫る、ゴールは目の前、これをしのげるか。と、ゲージが、これは、ゴール。かぐや、ゴールへダイブイン。リプレイでもう一度、フルゲージからきっちりガード。ここで切り返し、最後の一発に被弾。カートはバウンド、ゴールにシュート。面白いゴールですね。今日の清掃チームじゃなくてよかったです。かぐや、ギリギリの粘りでゴールを獲得。終始レースを支配した旗手は、2位で終了となっています。判定次第では順位が大きく変わっただけに、かぐやは本当にラッキーでしたね。では成績を見てまいりましょう。天狗チーム、揃っての入賞で大きく順位を伸ばしました。チームは総合4位 F 上。優勝を射程圏に収める大躍進です。しかしそれ以上に注目は、お姫様チーム、総合首位に立ちました。旧作チームとのポイント差を見れば、値千金の1位獲得だったと言えますね。いよいよ終盤、第5戦です。盛り上がってきたね。すごいレースになりそうだ。そうだろう、ギャリー。ああ、今回も途中で居眠りするんですよ。おお、お前は絶対ミスしないってか。第4戦と打って変わって、キックの激しいラリーコースでの第5戦。この走りづらいコースをどう攻略するか、各レーサーの腕が問われます。勢いに乗れば、リズムを取るように走れますが、その逆は悲惨です。どのレーサーも奮い落とされないよう、走り切ってほしいですね。ここでも先頭を走る旗手、そして逆連、新規と続く。新規、一気に加速、逆連を抜き、と、ソニックウェーブ。逆連、ここで新規を前に出さない。旗手を追うべく、フルブーストで詰め寄る。代わって後方、かぐや、アキューと続く。と、ここでサイド、いや、逆にゴムで返された。逆連、旗手に仕掛けるも返り討ち。かぐやが代わって旗手を追う。第4戦と同じ構図になりましたね。図らずも、神妙丸が4位につける高ポジション。その後ろの5位集団。セイガ、ここでニトロ押し込み先頭を伺う。前を走るアキュー、先頭旗手は遠く見えず、我慢のレースを強いられる。レーダーでは見えますが、距離的には5位集団の方が近いですね。アキュー、カブヤ、雷をガード。旗手はゲージ切れ、あえなく被弾。そしてヒドラのおまけ付き。カブヤ、先頭に立ちます。そしてアキュー、カブヤに振り落とされまいと、ブーストをガンガン付加して追いかける。問題はブーストゲージですね。補給と両立できないと自利品です。ここでセイガが上がってくる。雷のアラート、セイガ、これはきっちりガード、成功。戦闘かぐや、こちらもガード。見る者を安心させる走りっぷり。戦闘かぐや、ラストラップに突入。果たしてかぐやを止められるか、セイガ、フルブーストで追いかける。ヒドラ攻撃も、ガード成功。一方かぐや、チェーンで失速。翌連、こちらもセイガに続く。ソニックはガード。戦闘集団、こちらもガード。セイガ、ガードでハンドリングが乱れたか、追い越すチャンスを逃してしまう。ガード中のハンドリングは、全レーサー苦労していることでしょう。
翼連、ミサイルを抱えて2位につける。一方カグヤ、こちらもブレないライン取りで、隙を覗かせない。これはわずかなゲージで、ミサイルをガードする。そしてソニックキャノン、飛型を見事に利用しましたね。トウ、ここでカグヤ、ミサイルに倒れる。この隙に新規、トップをさらっていく。と、ソニックに続くミサイル。アキュー、カグヤと並んだ。ゴールは目前、ラストスパート。いや、トップスピードはカグヤが上だ。カグヤ、フルブースト。今、ゴール。あの土壇場から、見事なリカバリーでしたね。このレースもまた、ウェポンのタイミング一つで大きく変わったレースでした。優勝者がゴールラインを駆け抜けました。レーサーの中のレーサーです。カグヤ、堂々の2連勝です。終始レースをリードした、翼連、アキューも揃って入賞。一方、旧作チームは揃って足踏み、停滞一戦となりました。この2戦、トップを除けばいろんなレーサーが入り乱れ、ポイントでは拮抗してます。それだけに2連勝でライバルを突き放せたというのは、非常に大きな意味がありますね。プリンセスタッフ、ライバルを突き放して最終戦に突入です。さあ、いよいよ最終戦。舞台は幻想郷、無縁塚に戻って、決着です。今日は、白熱したバトルが見られそうです。実況席でもな、俺たちは憎み合ってるんだ。え、僕は憎んでませんよ。俺が放送前に言ったこと聞きゃ憎むさ。ブンヤ。最終戦スタートです。このタッグ戦でも最終レースにボーナスポイントが加算されます。まさに最終戦にぴったりな終焉の地、無縁塚で勝利を手にするのはどのレーサーか。まずは先頭に逆連が飛び出す展開。これまでのレース同様、鮮やかなラインでリードする。その後ろに突っ越すず。トウ、ここで見事なサイドアタック、ガンガン狂い落としに来てますね。新規、2位につけた、ブーストパッドで逆連に迫る。両者、描く軌道も、スピードもほぼ同じ。ここでコスズ、トップに割って入れるか。サイの河原で、ウェポン攻撃だけでも。トウ、まさかのサイドアタック。依然トップの逆連、ここでヒドラを獲得。間髪入れずに発射、オーバーシュートが見事に決まった。そして怒涛のウェポン攻撃が押し寄せる。果たせ、この隙にワープですり抜け、トップに立った。カグヤ、彼女もこのチャンスに上がってきた。立て続けのミサイル攻撃、これをガード、見事に成功。逆連に代わり、ミコが上がってきた。3位のミマを捉え、オーバーテイク。ミマ、切り返しが遅く膨らんでしまう。カグヤ、今一つスピードが伸びきらない。手持ちのミサイルは、ヒドラになるまで温存か。と、この隙を、鋭く攻めるミコが抜き去っていく。ミコ、ヒドラを発射。戦闘旗手にプレッシャーをかけていく。サイの河原に入る前に、手が打てたのは大きいですね。カグヤ、こちらもヒドラを打つ。そして前方、ミコにもプレッシャーをかけていく。ミコ、これはガード、ゲージ的に厳しいですね。と、戦闘旗手、ここでワープを発動。ヒドラをなんとかやり過ごす。しかし攻撃は止まない。トウ、さらに後方でもワープが発動。ミマ、ワープでウェポンの応酬をすり抜け、一気に前に、まだまだ攻撃は続きますよ。ここからです。旗手ついに被弾。カグヤ、またもや彼女がトップに立つ展開。ミサイルをガード。トウ、失敗。ミマ、絶好のチャンス到来。ここでトップに立った。逃げ切り図り、ブーストかける。それに続くカグヤ、そして逆連。うねるカーブに差し掛かり、一気にここでオーバーテイク。そしてゴムのおまけ付き。その逆連に、コスズのチェーンをお見舞い。フルスピードの逆連、ガードのタイミングがつかめない。そしてここでシャネイマル、このストレートで一気に攻める。ヒドラを発射、コスズ、これのガードは、と、ああ、タイミングずれたか。シャネイマル、逃げ切り体勢、フルブーストで最終コーナー、一気に駆け込み、今、ゴール。シャネイマル、一気にトップをさらっていきました。おっと。寝てるギャリーを丸刈りにした時くらいのギリギリ具合だ。優秀の美を飾ったのはカラス天狗のシャネイマル。団子状態の接戦を制し、幻想郷最速の名に恥じぬ結果を叩き出しました。全試合終了です。さてマリサさん、今回のレースを振り返っていかがだったでしょうか。終盤のレース、特に最終戦では息を呑む展開が多かったですね。目まぐるしい展開で先が全く読めない、非常に激しく、面白いレースばかりでした。6戦にわたる激闘を制し、見事、最多得点で MVP に輝いたのは、このお方。
堅実なポイント獲得は、まさに縁の下の力持ち。新明丸、見事な安定ぶりで MVP 獲得です。二人のお姫様の優勝、心からおめでとうございます。以上、ニコ動祭記念レースを、ゆっくりマリサさんと共にお伝えしてまいりました。マリサさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では東方 F1、ここでお別れです。皆様ごきげんよう、さようなら。さようなら。